ことすです。今日はカウルを編んでいこうと思います。シュヌード、襟巻き、首巻き、ネックウォーマーとも言います。私はね、カウルっていう名前を採用しました。ね、見た目よりも、サクサク簡単に編めますので、また今回もよろしければ私と一緒に編んでくださると嬉しいです。今回ね、編んでいくはこちら、ダイソーメランジですね。ダイソーさんのメランジ、これね、太玉ね、まあこんな感じで余ってるので、こちらを編んでいこうと思います。こちらグレイッシュブラウン、ジャンコードはこちらで、かぎ針の推奨号数が7号から8号ですね。カラーナンバーが785のグレイッシュブラウンです。で、ですね、このね、8号ぐらいのこういう太さの糸であれば、目数の方ね、変更しなくても全然編めます。そのまま編んでね、ちょっと細かったり太かったりすると、ちょっとね、作り目の方を変えていただければいいかなって思うので、サイズ調整の方はね、ただ筒状に編んでいくだけなので簡単だと思います。で、こちらのね、糸はこれですね、マスカさんのエブリデイニューツイードという糸です。こちらね、 100g200m で、確かね、ちょっとね、お値段の方忘れてしまったんですけど、800円のくらいだったかな。ちょっと適当なんですけど、もしかしたらセールとかでもっと安くなってるかもしれないです。こちらの、ね、糸、だいたいね、メランジと同じぐらいの太さだったのでね、アクリルゲートで、アンチピリング、洗えるですね、洗ってもいい感じの、しょぶるゲートになってるので、ザブザブ洗えるんですね、こっちはね。これね、ちょっとね、失敗してて、ここね、この、よく見ると、ここにこのね、ハート型の、こちら、玉編みがね、ここだけちょっと入ってない状態なんですけど、これはこれでね、こんな感じです。で、こちらをね、こちらのダイソーさんのメランジで編み方の方はね、やっていきますので、よろしくお願いします。はい、ではね、今回はこちら8号 5mm のかぎ針で編んでいこうと思います。はい、ではね、今回はね、鎖編み の作り目をすると、カウルなので、これ、なんていうの、引き伸ばして頭にかぶる、頭からかぶる形なので、伸びないと困っちゃうので、ちょっと鎖編み の作り目じゃなくて、伸びる感じ の作り目をしていこうと思います。ちょっとね、めんどくさいんですけど、それをね、やることによってね、カポってね、頭からかぶれますので、ではね、そちらの方から始めたいと思います。今回の模様編みは、12目一模様ですので、12の倍数でサイズ調整の方よろしくお願いします。ではね、今回は、60目作り目していきます。まずはここですね、結び目を作ったら、ここから伸びる感じの、なんていう名前かちょっとわからないんですよ、これ。海外の YouTuber さんの動画で勉強したんですけど、名前の方覚えてなくて、で、検索履歴とかも消してしまってて、そう、名前の方がわからないんですけど、この作り目の。とりあえずやってきます。後でね、判明したら、動画下説明欄に貼っときますので、その辺はよろしくお願いします。はい、ではね、まずね、2つね、このように鎖編みを編みます。ね、編んだらここの一番最初のこの鎖目に針を入れます。
まあね、こっちね、ここをこういうふうに取ってもいいですよ。この裏山を取ってもいいし、まあこう取ってもいいし、まあ私は今ここね、この2つのね、この向こう半目と裏山をすくって編んでいこうと思います。それでこのように糸を引き出します。このようになってますか。そしたらここで針に糸をかけてこっち側に持ってくるんですけど、まずはこの一つね、一つだけループを引き抜きます。そしてこのような状態になったら初めて二つ一気に引き抜きます。でまあこんな感じの編み目になります。そしたらそのままここね、こういうふうに見ると、こういうふうに見て、ここの目とここの目をすくいます。こことここに針を入れます。こうね、こう針を入れて、そしてこのように糸を引き出します。それでその時にね、これこのような状態で編んでいくと、あのこうなんていうの、カーブしていってしまうので、なるべくこうまっすぐにしたいので、これをちょっとこう引き出します。多めにね。でこうやった時にここがね、ちょうどこう同じぐらいのね、この高さになるようにしますね。そしてそこからまず一つのループをくぐらせて、そしてまた針に糸をかけて2つ一気に引き抜く、こんな感じです。でまたね、同じようにこうね、こういうふうに見て、こうね、こうなってて、まあここに一つね目があって、ここにもねありますね、ここですね、ここに針を入れます。でこの後ろのこの面も一緒に取って、そしてこうですね、こういうふうになってます。でちょっとね、ここで引き出して糸を、そして針に糸をかけて、まず一つくぐらせて、そして最後にこの二ついっぺんにくぐらせます。でもう一回ね、ここのちょうどね、こことここにこのようにね目がなってますけど、このちょうど真ん中に針を入れますね。そしてこのすぐ後ろのこの糸も取ります。こうね、糸もすくって、そして針に糸をかけてこっち側に持ってきて、糸を引き出して、まずは一つ、そしていっぺんに二つです。はい、ここに針を入れて、糸を引き出して、一つループをくぐらせたら二ついっぺんにくぐらせる、こんな感じですね。はい、ではね、それを続けて60目、まあ最初のね、こういう風になってて、ここの最初の目にマーカーを入れといてもいいかもしれないです。編んですぐにねマーカー入れちゃった方がいいかもしれないですけれども、ちょっとじゃあ今ねマーカー入れるの今気づいたんで今入れますけど、こういう風になっててね、ここ今編んでるところ、編みかけの目ですね、こうなってて、ここですね、はい。でこれで 1,2,3,4 今ね 5,6 目編んだことになりますね。これを続けて60目になるまで編んでいきます。ここに針を入れて引き出して、1つで一緒に2つ、ここに針を入れて引き出して、1つ2つ針を入れて引き出して、1つで2つ一辺に、はい、続けていきます。
はい、これでね60目編めました。でこれをね輪にしていきます。こうねこうして、でここの印のついてるところと、ここねねじれないように気をつけて、こうねこっちからこうやって入れていこうと思います。こうねこう入れて、で引き抜いて、はい、これで輪になりました。ちょっとね引き締めて、ここはね目として数えないようにするので、こんな感じで、はい。そしたらここからもうすぐに、ね、模様編みに入ります。3つ鎖を編みます。はい、3つ鎖を立ち上げたら1つ鎖を編みます。そしてここね、ここ1つを取り引き越えて、ここにまずここはここから出てるので、まあ、ここはね飛ばして、でここも飛ばして、ここですね、ここに針に糸をかけて針を入れます。そしたら1回、もう1回針に糸をかけて、同じ目に針を入れて糸を2回目引き出します。でもう一度ですね、針に糸をかけて、同じ目に針を入れて、向こう側からこちら側に糸を引き出して、こちらで計3回ですね、今針で糸をねこちらに引き出しました。で今ねかかっているこちら、糸の本数が1234、ところは5677、7本かかってますね。そしたらそちらを一気にこのように針に糸をかけて引き抜くんですけど、ここの一つを抜かしてください。ここの一つを残して、そして最後にこうやってね2つ一辺に引き抜きます。そしてまたねこちら同じ目に、そしたら2つ鎖を編みます。そして針に糸をかけて、同じ目にですね、また先ほどのように3回糸を引き出したら針に糸をかけて、まず6本糸を、ループを引き抜いて、で最後にこの2つのループを一気に引き抜くと、こういう風にしてね、このような形の、まあ、ハート模様ですね、ハート模様を作ります。はい、そしたらですね、ここから1つ鎖を編みます。で編んだらここですね、ここ1つ飛ばします。この下のね1つ目を飛ばして、次ここに、ここに編みます。針に糸をかけて、ここですね、ここに長編みを編みます。そして隣にもね長編みを編んで、5回連続長編みを編んでいきます。はい、こんな感じですね。こういう具合です。ここね、一つ飛ばして、で、次からは連続で、目はね、飛ばさないで、1、2、3、4、5、5個連続で長編みを編みました。そしたらね、一つ鎖を編みます。そしたら、この下のね、この目を飛ばして、次の目に、ここですね、この目に針に糸をかけて、先ほどのようにね、ハート型を作ります。1回、2回、3回糸を引き出したら、まず6本引き抜いて、最後に2本ですね。はい、そして2つ鎖を編んで、針に糸をかけて、同じ目に1回2回3回糸を引き出して、まずは6本、そして2本引き抜いてます。はい、こんな感じです。そしたら次は1つ鎖を編んだら、下の1つ目を飛ばして、次の目に長編みを1つ編み入れます。はい、そして1つ鎖を編んで、
針に糸をかけて一つ目を飛ばしたここにまたハート模様を編み入れます。3回糸を引き出したら6本引き抜いて2本ですね。そして間に2つ鎖を編みます。針に糸をかけて同じ目に1回2回3回糸を引き出して、あ外れました。1回2回3回糸を引き出したら6本引き抜いて最後2本、1つ鎖を編みます。ここまでここの感じですね。はい、そしたら1つ鎖を編んだら針に糸をかけて1つ飛ばします。下の目を1つ飛ばしてここですね、ここから連続で5回長編みを編んでいきます。2、3、4、5、はい、こんな感じですね。そしたら1つ鎖を編んで下の1つ目を飛ばして次の目に針に糸をかけてまたハートを編みます。玉編みのハートですね。 1,2,3 回引き出したら6本引き抜いて最後2本、間に2つ鎖目、針に糸をかけて同じ目に1回2回3回と糸を引き出して6本引き抜いて2本、はい、こちらでね、こんな感じです。まあ簡単ですよね。簡単なんですよ。これをね繰り返すだけです。針に糸をかけて、針に糸をかけて1つ鎖を編んで下のこのね目を飛ばした次の目に、次はね長編みを1つ編みます。はい、そしてまたね鎖で1つ編んで下の目を飛ばして次の目にハート模様ですね。こんな感じです。ここですね。まあハートを編んだら5つ長編みで、またハートを編んで1つ長編み、ハートを編んで5つ長編みの、ハートを編んで1つ長編み、まあこの長編みとハートの間ね必ず1つ鎖を編んで下のね目を1つ飛ばしてください。そしてハートとね、このハートの玉編みと玉編みの間には2つ鎖編みを編みます。こんな感じですね。これを続けてぐるっとね一周編んでいきます。ではね、今ね5目長編みを連続で編んだところです。で1つ鎖を編んでここの1つ目を飛ばしてここの目にですね、またハート模様を編み入れます。はい、でこんな感じですね。そしたら1つ鎖を編んで、でねここね1つ余ってますけどこちら飛ばして、でここの1,2,3番目3目目にもう最初のね鎖編みの 1,2,3目目、鎖3目の3目目に3目目に針を入れて引き抜きます。はい、これでね模様編みの1段目が編み終わりました。こんな感じになってますね。はい、こんな感じですね。これ伸びるのでね、ほらここが伸びるのでいいんじゃないかなと思います。はい、で次は1,2,3 3つ
鎖を編んだら、ここのね、今ね、この引き抜いて立ち上げたこの目に針に糸をかけて、長編みを3つ、編みじゃなくて長編みをね、2つ編み入れて、で鎖編みも入れてね、全部でね、ここに3つ目が編み入れられるようにします。こうですね、こんな感じです。そしたらね、次は1つ鎖を編んだら針に糸をかけて、このね、玉編みと玉編みの間、こちらのスペースにまたね、同じように玉編みを編んで、ハート模様をまた作ります。そうですね、はい、こんな感じです。はい、そしたらですね、このようにハート模様が編まれたら、一つ鎖を編んで、そしたらね、次ここの5つのこの長編みを全部でね、3つにします。なので2つね、減らし目をします。針に糸をかけて、こことここをね、長編みの2目一度で編みます。まずはこっちに糸を引き出して、2つループをくぐらせてこのような形にします。そしてもう一度針に糸をかけて、次はね、隣の長編みの頭に針を入れて、こちらに糸を引き出して、そしてね、また2つね、ループを引き抜きます。そしてね、こちら3つ針に糸がかかっていると思うんですが、そちらを一気に引き抜きます。これでね、長編みの2目一度です。そしてこのね、間のこの5目長編みがあるこの間のこちらの目は、普通に長編みを1つ編み入れます。そしてね、これまたね、次の この長編みとこの長編みを2つ1つにします。まず1つ目の長編みの頭にこのように針を入れて、長編みの編みかけのものを作ります。なんて言ったんだっけ、未完成の長編みですね、確か未完成の長編みを作ります。そして針に糸をかけて、このままね、次のこの隣の長編みの頭に針を入れて、糸を引き出して、そしてまた未完成の長編みを編みます。そしてね、針にかかっているこちら3つのループを一気に引き抜きます。はい、これでこの5つの長編みがこの3つ、このね、頭を数えると分かると思うんですが、1、2、3、3つになりました。2つね、長編みが消え去ったわけです。はい、消え去ってはいないけどね、このような形になりました。で、針と、そして鎖を1つ編みます。で、このね、玉編みのこちらハート模様、こちらのね、上には必ずこちらハートの玉編みを編みます。なのでここはね、もう決まってます。ここは特にね、変わらないので、ハートの玉編みが来たら、そのね、ちょうど真ん中にある鎖2目の中に、このように側にね、ハートの長編みを編み入れてしまいます。こんな感じですね。ここね、今私2つね、玉編みと玉編みの間を2つ鎖編んでますけど、これね、1つでもいいかもしれない。っていうかね、多分だけど最初に編んだカウルはね、1つでしたね。なんか知らないけど、途中で私これを編むことによって、これを編む段、これを編むのに2つにしてたんですけど、1つでね、十分だと思います。まあまあまあ、そんなに変わらないでいいんですけど、ちょっとね、ここのスペースが大きいかな、こちらと。まあ、お好きな方で、2つの方がよりね、はっきりこのハート模様がね、こう出るかなとは思いますけど、この玉編みと玉編みの間、これ鎖編み1つで離してもいいかもしれないです。っていうか、そっちの方がいいかもしれないですね。でも、もうここまでね、2つずつやってきてしまったので、この後ね、私はずっとこの調子で続けますけど、皆さんはね、お好きな方で編んでください。はい、一つ鎖を編んで、そしたらね、次はこちら、長編みが1個だけね、このハートの間に編まれていると思うんですが、この長編みの頭に3つ長編みを編みます。こちらに1、2、
3つですね。はい、このような状態になります。そして1つ鎖を編んで、はい、次ね、こちらハート模様が出ましたので、ハート模様の上には側にハート模様を編んでしまいます。ですね、はい、編みましたら1つ鎖を編みますですね。そしたら針に糸をかけて、このね5目の長編みを3目に、減らします。まずは1つ目の長編みの頭に未完成の長編みを編んで、次のね隣の長編みの頭にもまた未完成の長編みを編んで、そして針にかかった3本の糸を一気に引き抜きます。そしてこの間をね、この 1,2,3,4,5 5目の間のこの間のちょうど真ん中のこの一つは普通に長編みを編み入れます。こうですね。そしてこの2つの長編みを一つにします。長編みの未完成を編んで、隣の長編みの頭にも未完成の長編みを編み、3本針に糸がかかったところで一気に引き抜きます。はい、こちら5つが3つになりました。鎖を1つ編んで、次、はい、ハートが出てきたので、ハートにはハートを編みます。はい、そうですね、1つ鎖を編んで、次のこの一つの長編みの頭に3つ長編みを編み入れます。1、2、3、1つ鎖を編んだら、はい、こちらねハート模様出てきましたので、こちらにハート模様を編み入れます。はい、そして次また5目なので、1つ鎖を編んだら5目を3目に減らし目します。間は長編み1つ で両サイドをね、減らし目して3つに5目を3目に減らします。こんな感じです。はい、これを続けて、1周ね編んでいきます。これでね1周です。1つ鎖を編んで、ここの最初のね立ち上がりの鎖編み3目目に針を入れます。こちらですね、で入れたら引き抜きます。はい、そして次はですね、この3目ね、この3目鎖編みも入れたら、長編み2目と鎖編みでこちら3目目が入っていると思うんですけどね、一つの目に。こちらを5目に増やします。まずは、1、2、3、3つ鎖を編みます。そして、針に糸をかけて、そして、同じ目にね、ここの、今、引き抜いて立ち上がった同じ目に針を入れて、で、長編みを1つ編みます。はい。針に糸をかけて、次のこちら長編みの頭に1個長編みを編みます。で、針に糸をかけて、次のこちら長編みの頭には2つ長編みを編み入れます。はい、これでね、鎖編みも入れて 1,2,3,4,5 目、5目ね、3目が5目に増えました。そしたら針に糸をかけてって言っちゃうんだろう。と、鎖編みを1つ編んで隣に移ります。はい、ハート模様が出てきたので、ハート模様にはハート模様を編み入れます。で、1つ鎖を編みます。で次こちらね、3目ね、長編みが編まれてるんですけど、長編みの2目一度と長編み2目一度と、あと長編みですね、全部で 1,2,3 目は3目あります。こちらを1目にします。針に糸をかけて、まずは一番最初のこちらの目に、長編みの2目一度のこちらの目に針を入れて、
長編みの未完成を1つ編みます。針に糸をかけて次の長編みの頭に針を入れて、そしてまた長編みの未完成を2つ目編みます。今ね、針には3つ糸がかかっています。そして針に糸をかけて最後ですね、こちら長編みの2目一度の頭、こちらですね、ここに針を入れて、そしてまた長編みの未完成編みます。そしたら全部で4つ針に糸がかかっています。こちらをね、一気にこのように引き抜きます。はい、これでね、こちら1目になりました。こちらの3目が1目になったということになります。はい、ここですね、こんな感じです。こんな感じですね。はい、では1つ鎖を編んで、で次ね、こちら隣のハート模様にはハートを編むでしたね。こちらを編みます。はい、鎖を1つ編んだら、はい、こちらね、3つの長編みが出てきました。でこちらは3つを今度はね、5つに増やします。両端を両端の目には2つずつ長編みを編み入れて、真ん中は1つだけですね。こちら2つ長編みを編み入れます。はい、真ん中は1つ。はい、最後の3つ目は2つですね。はい、そうすると、はい、5つに増えました。はい、そしたら鎖1つで隣に移動します。はい、玉編みのハート模様が出てきたので玉編みのハート模様を編みます。1つ鎖を編んで隣に移動。はい、長編みの2目一度、長編み2目一度、そして長編みが編まれているこちら3目のね、目が出てきました。こちらは1目にします。針に糸をかけて長編みの未完成を3回連続で編みます。そしてこの4本のループを一気に引き抜いて長編みの3目一度をします。はい、そして鎖1つで隣に移動。玉編みのハート模様が出てきたので玉編みのハート模様をそこに編みます。鎖1つで隣に移動。はい、3目出てきたのでこちらは1個目にします。両端2つの長編みの頭には2つの長編みを、間には間の1つのね、長編みには長編みを1つ、そして端っこの長編みの頭には長編みを2つで増やして5つにしました。はい、そしたらまた次ね、こちら玉編みのハート模様が出てくるので、そちらには玉編みのハート模様を編んで、こちらは3目一度してって感じですね。そうやってまたね、1周編んでいきます。はい、ここで1周ですね。と最後はこちらと玉編みのハート模様を編んだら1周です。でね、1周しました。1つ鎖を編んで、で1、2、3番目に引き抜きます。はい、こちらで次ね、4段目に入ります。でね、ここ5目になったと思うんですけど、こちらね、5目のまま編んでいきます。1、2、3、3つ鎖を編んだら、このね、4つの長編みの頭に1つずつ長編みを編み入れていきます。ですね、そしたら1つ鎖を編んで、はい、ハート模様ですね。はい、そしたらね、次ここですね、ここね、長編みの3目一度して1目にね、減らしました。なのでここの1目に長編みを1個編み入れます。
そうですね。じゃあここでね、最初1目からだんだん3目、5目で今5目になったんですけど、ここのね1目になったので、こういう風な感じでまたこの次はね3目に増やすみたいな、そんな感じになっていきます。1つ鎖編んでハート模様の2はハート模様、はい、1つ鎖を編んで、はい、こちら5目長編みに1、2、3、4、はい、5目ですね。1つ鎖を編んで、はい、玉編みです。ハートの玉編み、1つ鎖で隣に移動、はい、こちらね3目一度した長編みの頭、こちらに1つだけ長編みを編みます。こんな感じですね。ここですね、1つ鎖を編んで、はい、これをね繰り返します。はい、1周しました。1つ鎖を編んで3目目に引き抜きます。はい、これで4段が終わって、次5段ですね。5段目です。次はここね、この1、2、3、4、5、5つの目を3つに減らします。まずはね3つ、鎖を編んだら、まあ普通に隣のね長編みに長編みを編み入れます。針に糸をかけて、次は長編みを1つ編み入れます。そしてね、この2つを2目一度します。長編みの2目一度をします。はい、これでまあこれとこれを1目として数えて1、2、3目ですねになりました。そして1つ鎖を編んで、でハートを編みます。そしてね、ここ長編みが1つだけ編まれてるんですけど、こちらには3つ長編みを編みます。はい、あとはね、また同じように模様にはハート模様を側に編んで、そしてこちらね5つの長編みを3目にします。端を両サイドを2目一度にして、そして真ん中は普通に長編みを編んで、もう片方のサイドも2目一度にします。長編みの2目一度ですね。はい、これで5目が3目になりました。鎖1目で移動、ハート模様にはハート模様ですね。鎖1目で移動して、はい、こちら長編みの1目に3つの長編みを編み入れて2目増やします。はい、ここですね。はい、これを繰り返しながらまたね1周編んでいきます。だいぶねこのダイヤ柄っていうんですかね、ダイヤ柄にを編んで、でこのね両サイドをこのハートで縁取るという、ね、そういう模様にしましたけれどね、なかなか可愛いね、出てきましたね。こう出てくるとねだんだん楽しくなってくるんでね。あとはねこうやってこのハート模様にはハートを編み入れて、でこのねダイヤになるように真ん中だけ、5目をね 2段ね5目5目で、あとは3目1目、だから5目5目って言ったら次は3目1目みたいなね、そういう風に増やしたり減らしたりしながら編んでいきます。ここはね3目に減らしたいので、両サイドを2目一度にして、間は1つ長編みを編んで、もう片方のサイドにも長編みの2目一度を編みます。はい、これで3目になりました。はい、これを続けて1周編んでいきます。はい、これでね1周です。1つ鎖を編んで1、2、3番目に引き抜きます。はい、次はですね
こちら3つね、まあこれはちょっと2つに見えちゃうかもしれないけど、まあこれ1つと考えて1233つのね目があるので、そちらをね3目を一度にします。なので1233 3つ鎖を編んだら針に糸をかけて、ここはね飛ばします。これは1つとして考えるのでね、こことここに1つね未完成の長編みを編みます。そして針に糸をかけて、隣のこの長編みの2目一度にの頭に長編みのね未完成を編んで、でこれでね3つ針に糸がかかってますけど、そちらを一気に引き抜いて、これでね1つにします。こんな感じですね。はい、そして1つ鎖を編んで隣に移動。はい、ハート模様にはハートを、1つ鎖を編んで隣ですね。こちらこの長編み3目は、5目に増やします。両サイドにね2目長編みを編み入れて、真ん中は1つですね。はい、もう片方のこちらサイドにも2つ長編みを編み入れて、入れたら鎖1目で隣に行きます。ここはハート模様ですね。1つ鎖を編んで隣で、ここね長編みの2目一度、長編みの2目一度、全部で 1,2,3 目ですね。こちら3目は1目にします。針に糸をかけて、1つ目の長編みの未完成、2つ目の長編みの未完成、はい、3つ目の長編みの未完成を編んだら、4つのこちらループを一気に引き抜いて1つにします。はい、これをね続けます。繰り返しながら編んでいきます。3目は5目に増やして、そして1目は3目に増やすですね。はい、3目は5目、はい、ここでね1周しました。6段目が終わって、次ね7段目に移ります。1つ鎖を編んで 1,2,3 番目に針を入れて引き抜きます。そしたらね 1,2,3 3つ鎖を編んだら、ここねもうね1つ、これね1つなんで1つの目として考えるんで、これもう1つでいいです。だから一番最初に戻りましたね、ここに戻ったんですね。なのでこれの次、まあ、3目に編んで、鎖も入れて3目にして、で鎖も入れて次はね5目にしましたね。で次もね5目のまま、そして3目に減らして、で今1目に減らして、で鎖を1本、でこれをね繰り返していきますね。だから次は3目なんですね。これの次は3目ここに編み入れるということになります。で鎖3目立ち上がって、間にね1目入れたいので、1つ鎖を編んで、はい、この隣の、ハート模様にはハートを編みますね。で鎖1目編んで隣ですね。こちらの 1,2,3,4,5 目、こちら5目ですね。5目はねそのまま5目、もう一度5目編みます。1,2,3,4,5 5目はね5目にしたら、3目から5目に増えたら次もねまた5目です。だから5,5ってね5,5って続くんですね。でこのね鎖1本の時、このダイヤの上に鎖が1本の時に、このね 2回目の5目が来ますね。これ覚えておくとね、そんな間違わないんじゃないかなと思います。でこのねハート模様はハート模様、1目鎖を編んで、はい、次ですね、こちら3目一度にして目が1つだけになってます。この上には長編みを1つだけ編みます。これですね。なのでこのね5目って2回目の5目の時は、この長編みが1本の時、1,5 ですね、1,5 でね
覚えておいてくれればわかりやすいんじゃないかなと思います。はい、でここね、ここ5目増やした5目は次の段も5目です。5目は2回続くんですね。はい、1つ鎖を編んで、ハート模様ですね。そしてこちらね、長編みを1本で鎖編みで隣、はい、これを繰り返します。で、このね、この形もね、このように繰り返していきますね。長編みの1本の後は3、そして5目に増やして、またね、増減なく5目を編んで3で1に減らして、3目一度して、最後は1本だけ、これをね繰り返します。こっちも一緒ですね。今ね5目編んでますけど、次は3目に減らしますね。で次は3目一度して1つにして、最後はこちら長編みを1本だけ編む、これを繰り返しながら段数を重ねていきます。あとはね、お好みの長さまで編んでいってくださればいいかなと思います。こっちこれね、ヒブリデーで編んだ方はこれ一玉ね使い切ってね、大体に結構いい大きさまで来ましたね。今これメランジ、私ちょっと半端なやつを編んでるので、ここでね、半端なのが一玉編めたので、次ね二玉目に入ります。これね二つ、全部ね編み切っちゃおうかなとも思ってます。まあ、ちょっとねどうなるかわからないですけど、はい、ではねこのまま編んでいってください。このままね好きなねだけ長さね編んでいってくださるといいかなと思います。結構ねなんかいいんじゃないかな、かわいいですね。ちょっとねこうスカスカしてるからあったかいかななんて思うんですけど、ちょっとつけてみたんですけど結構ねあったかいですね。あとこれね、アクリルなんでザブザブ洗えるんでね、いいんじゃないかなと思います。はい、ではねどんどんね段数を重ねて編んでいきたいと思います。はい、ここでちょうど糸がねなくなりかけてきてるので、ここでね終わろうと思います。はい、残りねこのぐらいです。全部でねこれね 100g 使いました。メランジが1玉 60g なので、半端なのが 40g あったってことですね。まあそれでね大体このぐらいで、大体ねいい大きさになったので、ここで終わろうと思います。そしたらねこれまあ、チェーンつなぎして糸始末していこうと思います。それでねちょっとね最後ちょっとね、まあ一段編めないぐらいの長さになっちゃったんで、このね玉編みと玉編みの間2つずつにしてましたけど、一番最後の段だけ1つにしました。それでちょうどいい感じのね編んで終われたんで、まあそんな小細工をしました。でここでまあチェーンつなぎしていきます。まあ、この辺から、ここにしようかな。どうしようかな。1、2、3、4。ここで、こうやって、まあ、この出てきてるところから、戻して。まあ、こんな感じで。で、後ろにね、まあ、適当に糸始末の方していきます。こんな感じですね。ちょっと変わります。ちょっとなんか今日はね雨が降ってたと思ったら雪になりましたね。こういうのが一番危ないんですよ。
雨が降って雪が降るってことは気温が高くなったけどやっぱり寒くなったみたいな感じなんでね、道路がツルピカですよね。ツルピカになって事故とかね、皆さん起こさないようにね。岩手もねずっとね雪がすごいね、毎年どん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 ね少なくなっていったんですけど、今年なんか知らないけどすっごいいっぱい雪降るんですよね。でね、私が一番ね岩手で一番好きな行事が2月に行われる雪明かりっていう、まああの雪で作った何て言ったらいいのかな、雪で作ったシェードっていうんですかね、なんて言うんだろう、なんかあの傘ですね、がで中にねキャンドルに入れてっていうね行事があるんですけど、その行事が一番好きなんですよ私本当あれ なんていうの電飾とかじゃなくて本当にろうそく入れるのでゆらゆら揺らめいてね炎がすごい綺麗なんですよ。でも年々ね本当暖冬でどんどんね雪が少なくなってって毎年なんかどっかからが雪持ってきたりとかして、まあ、苦労されてね一生懸命やってたんですけど、今年せっかくねいっぱい雪降ったんだけどまあね、あの時世のね病でちょっと亡くなっちゃったんですけど、だからまあね各家庭でやるのがいいんじゃないかなと思って、でまあね今ねちょうどじゃないんですけど1月にちょっとあのムーミンのねあのおしゃまさんっていうあのなんだろうあの黄色と白いねお洋服着たキャラクターがいるんですけど、その子がねあのなんていう の, あの作ってムーミンたちに見せたあの雪玉で作ったね雪玉ランプっていうのかな、あれもね、まあ、公園でねちょっとやってみたんでそれをねちょっと動画でねお見せしたいと思います、まあ、雪の降る地方にねお住まいの方はねちょっとやってみてくださいはい、でこっち側はねできました。でこれですね、この後ろが後ろっていうかこの始まりのところがちょっとね私もどうなってるのか分かんないんですけど、まあ、とりあえずちょっとあのこれじゃあねあのちょっとこうなになってて段差ができてるのでなんとかしますね、これをなんとかなるのかなって感じなんだけどどうしようかな、こうなっててこうだからここに入れますか、こここうするとこっちここですかね、ここに入れますかね、こうしてでここに戻しますかね、こうしてまああの皆さんね綺麗に見えるように工夫してみてください。この感じでどうですかね、私は全然気にならないです正直ねあまりこういうのね全然気にしないタイプなんで、まあ、あの動画にねしているのであの体裁を取り繕ってやってますけど、普段だったら別にチェーンつなぎとかにしたことないですね、そのまま普通にあのかぎ針でこうやって、でそのままやあのもう一回ねあの、鎖編みして止めてましたけど、まあ、今ねちょっとあの綺麗に見えるようにねやってますけど。この辺もお好みでね、されてください。はい。で、こういう、この感じで、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと、この辺切りますかね。はい。できました。でね、ちょっとこれね、やっぱりメランジね、顔の周りに来るのに、ちょっとね、あの、
ちょっと匂いしますね、ちょっと化学的な。私それがちょっと苦手なんで、一回これね洗おうと思います、使う時にね、いいんじゃないかな。ちょっとナチュラルな感じですね。私このね、メランジのこの色すごいいい糸だと思う、色だと思いますね。すっごい好きですね。こっちエブリデイで編んだ方ですねの一応サイズ測りますね。まあ上から下まで30センチで、横が27センチです。同じね 100g なんですけど、まあ私の手の加減とか、ちょっと一つこれね、この玉編みの部分が省かれてるってことで、少しこのぐらい、こっちの方がね、小さめですね。あと、上下もね、同じ 100g なんですけど、こんなに違いますね。どうしてかはちょっとね、わかんないですけど。じゃ、ということは若干こっちの方が太いのかなと思うんですけどね。はい、こちらが、メランジですね。ダイソーさんのメランジは、横が29センチで、で、縦がね、24センチです。はい。こんな感じですね。これはね、本当はね、レッグウォーマーにする予定でした。レッグウォーマーにする予定だったんですけど、まあね、この糸をね、どうしても使いたかったんですよね。この糸。この糸を使いたかったんですけど、この糸でこれを編むと、全然ね、模様が見えなくて、ダメだったんですよ。なので、っていうかこっちで、先に、そのレッグウォーマーの、その、なんていうの、試作で、まあ、カウルを作ったんですよ。で、こっちではね、良かったんですけど、まあ、こっちでは、もうね、分かりきったことなのにやってしまうんですけど、知って、なんとなくね、ダメじゃないかなとはちょっと思ってたんですけど。で、なので、まあ、これでね、まあ、次はね、レッグウォーマーを編もうと思うんですけど、まあ、次のね、レッグウォーマーはね、この、まあ、糸に合うような模様編みをちょっと探してきて、では編みたいと思います。なので、今回はね、こちら、急遽、レッグウォーマーが、ネックウォーマーになりましたけど、カウルですね。カウルを編みました。あ、で、ちょっとね、編んだ直後に言い忘れてましたけど、こちらもね、1,2,3,4,5,13,14,15 段ですね。15段編みましたね。で、こっちが、1,2,3,4,17,18,19,20,21 段ですね。21段です。はい。では、まあ、編みやすいものができたんじゃないかと。簡単でね、それなりに見えるものができたんじゃないかと思います。まあ、どうしてもね、かぎ針で編むとね、伸縮性がね、ないので、まあこれね、でも一応ね、こう、ちょっと伸びるのでね、そんなにね、ストレスはないと思いますね。こう、かぶってて。うん。で、ちょっと穴開いてますけど、まあ、そのなりにね、暖かいんで、いいんじゃないかな。こっちはね、ちょっと長めなのでね、こうやってね、こうやって、半分にして、ちょっと厚手にして、こういう感じでね、こういう感じで、すっきりね、このようにして、こうね、かぶってもいいんじゃないかと思います。はい。あとですね、なんか、ちょっと私、一生懸命ね、この、やってるつもりなんですけど、ちょっと抜けてるとこがあるので、ちょっとわからないよとか、ここどうしたらいいのとかっていう時はね、お気軽にね、コメント欄でね、お寄せていただけると、いただけるといいかなと思います。はい。ではね、今日も、最後までお付き合いしてくださいまして、ありがとうございました。次はね、レッグウォーマーに行きたいと思います。はい。早くね、編まないと、春が来てしまうので、ちょっと焦ってますね。はい。本日ね、カウルね、無事、編み上がりました。はい。完成です。